クラブサファイア、代表立花翼、バースデーイベント始まりました。26歳のバースデーで、代表としては、2回目のバースデーになるんで、去年以上のバースデーを、みんなと一緒に、作り上げれるように、一生懸命頑張ろうと思います。僕の頑張りをみんなの頑張りを、しっかり、動画で見てください。今日一日頑張ります。おめでとう。代表誕生日おめでとうございます。イイ、思いっきり、プレイヤーとして、結果を起こして頑張ってください。お店のこと僕らでサポートするんで楽しんでください。おめでとう。盛大なバースデーにしてくれるんじゃないかなと思ってますので、頑張ってください。ハッピーバースデーおめでとう、はい、おめでとう。はい、代表立花翼、バースデーイベントおめでとうございます。代表となったら絶対岡山で一番のオスグラブ作れると思うんで、これからも一緒に頑張っていきましょう。本当におめでとう。よっしゃい、おめでとう。よっしゃ、冒険者の春田さん、春田さん、ノブリアンゴールデンにおしゃれしゃい、奇跡の止まらないおめでとう。プロかよお前。グランコロネ服ください。イエーイ、なんとグランコロネの方法をオーガンのやつ、オーガンのやつ、はい、本当にたくさんありがとうございます。ルイ13歳ください。イエーイ、ルイ13歳でいきました。ありがとうございます。はい、代表おめでとうございます。2日間バースデー お疲れ様です。盛大なね、バースデーしたのは代表の頑張りだと思うんで、これからはね、代表と喧嘩しないようにぜひぜひね、代表のおかげで V を踊れるような店だと思ってるんでお願いします。おめでとうございます。イエーイ。僕がすごい泣いてる時に代表話聞いてくれたんで、今日もし代表泣いてたら僕は話聞きますね。おめでとうございます。よいしょ。よいしょ。今サバイア、サドングループで一番売り上げも出てて、調子いいですけど、これがやっぱりね、落ちて2位3位となれば、あの時ただ調子良かっただけって言われるようになるんで、いやいや違うぞと、サバイアは岡山で一番、サドンで一番売り上げるお店、一番お客様が楽しめるお店だっていうのをね、維持して継続することで示せると思うんで、
そういうお店みんなで作っていきましょう。2日間本当に楽しかったです。ありがとう。イエーイ。ホストしてよかったなと思える誕生日が、できました。これからも、クラブサファイアを立花翼を、よろしくお願いします。頑張ります。ありがとう。はい、この動画を見てくれてありがとうございます。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録よろしく。めっちゃいいよ。別のやつ考えとこう。ちゃんとしたやついくか。はい、この動画を見てくれて、ありがとうございます。この動画を見てくれてありがとうございます。この動画を見てくれてありがとうございます。この動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。